待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。張り切っていこう。ジャックについていくよ。大歓迎。下に魔物がいる。どうした？見ろ、闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出す。まさに闇の吸い口だ。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。あそこにキューブが見えたぞ。一息つけそう。宝箱か。出てきたか。ジャックがいれば負けないか。安全だ。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。敵だ。急に柱が。また噴出口が張り付いてる。うまくいったな。切り抜
受けてか。俺、足を引っ張ったかな。ごめん。邪魔だな。水で消したいね。噴出口を見つけたぞ。目障りだ。壊す。交換だな。まだ先は長いぞ。やあ
いい装備なんじゃない？もらっておこう。敵発見。やるぞ、ついてこう。沈んでる。いけるよ。お出迎えだな。叩き潰すぞ。強くなる。ジャック、開けてみよう。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。あれはキューブだ。調べておこう。
何かあるな。やるぞ。Yes! Yeah. Yeah.
宝箱か。私はカオスとなるもの。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。顔を見てやろう。待て、俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもモンモン震えてる。私はネオ。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。
私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れ、この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。